日々の暮らしに活力を明るく楽しく元気よく何かを始めたい人もそうでない人もこの番組を聞いてランニングをした気分になってもらいましょう。それでは始めます。弁慶トランするスタートです。ですこんにちは宮木紗野です。どうも弁慶です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はちょっと始まりからバタバタしておりますが、はい、大丈夫でしょうか。はい大丈夫です。はい、<laughs> あの早速なんですけれども早いね。東京マラソンがありましたよね。はい 先週、はいはい、その時の、はいえー、それに関するメールが来ておりますが。はい、はい、どうぞ。メンケイさん、鈴野さん、こんにちは。はい、こんにちは。笹田いすさんからメールです。笹田、はいすかもしれない。笹田いすさんですかね。まあ。笹田いすはないか。はい、はい、どうぞ。初回から欠かさず YouTube で拝見しています。えー すごい。和歌山のワイドーマラソンと申します。あ、ごめんなさい。笹大寿って呼んじゃいけなかったんだ。<laughs> <laughs> <laughs> 和歌山のワイドーマラソンさんです <laughs> はい、はい。さて日曜日に開催された東京マラソン2018で、はい、弁慶さんを見つけることができなかったのですが。でしょうね。<laughs> 予定されていた10キロ付近にいらしたのでしょうか。あっちは10キロじゃなかったのかな <laughs> <laughs> や。だいたい10キロ、はい、あ。 1 0ロは過ぎてましたね、確かに。いらしてたわけじゃない。テレビでだよね。どうですかね、BTRC の旗がないかと目を凝らして沿道を探したのですが、見つけられませんでした。さすすがにそこまでで持ってていなね。というのも、昨年の北海道マラソンと、今年の沖縄一周駅伝の後に、メッセージフォームからメッセージを送ったのですが、読まれず。は 直接読んでとお願いしようとスタート前から今大会のミッションとしていたのです。あーということはじゃあ会場にいらっしゃったということですね,こ,だよねこれが果たされるまで、はい、東京マラソン2018はフィニッシュしていません、はあ、次の静岡マラソンに向けて切り替えたいのでメールしましたこ、はい、これからも放送を楽ししみにしていいますすととうで直接送ったけど、はい、誰にあ僕に 違<え>違うよ、違うよ。多分。あ、じゃあ僕らがメールを見てなかった時期なんだろ、ね、うたぶんですよ多分あの余裕がなくてですね番組中にメールをチェックするという作業をできてなかったんですよねそうですね <laughs> も,うもはやメールが届いてるなんて思ってもなかったときがまだ来ないはずだっていう感じでね申し訳ないです本当にあの最近ちゃんと余裕ができてきたのそうですね、まあ、それで言ったらですよ <laughs>、はい、あのー まあどうなんだろうなちょっとうちの会員さんのまあお父さんになるんですけども、うんと仕事中にまああの特売さんでで送ったらしいんですよ。あメッセージをメッセージをでそれをまたそれをとかそれがユーストリームなのかツイキャスなのかわかんないんですよね僕はただまあ送ったとでそしたら。 そのタイミングぐらいで、うん、僕が携帯をいじり始めたと。 そして、もうもう店内で、ああ、なんか。動画でそそ見てたから、ああ、読まれるぞ、読まれるぞっつったら、全然読まなかったらしくて。あちゃん、あれみたいな。ごめんなさい、本当。ということもあったらしいので、あの、その時は。はい。すみませんでした。申し訳ないです、本当に。あでも、じゃ、会場で応援されてたってことですよね。そうですよ、別に。ちょっと待って、どこのウルトラランナーって言った。ウルトラマラソンランナー。和歌山のワイドマラソンで、ウルトラじゃないです。か 和歌山、はい、でも東京にいらしてたでもということは僕と同じように応援でいらしてたってことね,よね走ってる時に探してたのかな<う>でも走ってる時に<え>あのラジオに送ってるから呼んでくださいっていう余裕あるかなと思ったら、うん、走ってないのかなと思ったりして <laughs> そうですね多分沿道の応援だったんじゃないでしょうかその辺は書かれておりませんが、はい、まあ弁慶さんのことは知ってますねきっとね。 そうなんですすかね会場でで探すい,いやでもほら、登りとかがあるかなって探してるって言ったから、うそうですね、あのー、あそっか、でも僕のこと分かるんだよね、びずっと毎回見てるから、うんあ、ありがとうございます、本当に、YouTube で見てるということなんですけれども、今日の私、YouTube、かなり光が飛んでて、でね、顔が分からん <laughs> そんなにそんなにあれだったっけ、顔、まずかったっけ、ひど <laughs> <laughs> くないのっぺらぼうみたいになってますけど場所が悪いんじゃね、もうちょっと寄ってみたら、マジですかえ、変わんない、<laughs> そうそう。 変わらなないいいいねももうです鼻見えしまあまあいいいいいいででですすねねやややまましててご感想聞かせただけあ本当に率直な感想で言って浜崎君がふくらはぎを前から痛めてたらしく。そこで き、まあ、昨日もちょうどたまたま電話あってですね、はい、まあそういう話にもなったんですけどやっぱ選手ってそれまでに結構練習できてたり、はい、でもこの大会にってかけていった時って、うん、やっぱ今の現状をちょっと目をつぶりたくなることとかもあって、うん、いやいけんじゃないかなみたいな、うん、どうにか行くんじゃないかなっていうのを、うん、まあ持ってスタート地点に立つこともまあやっぱどうしてもあるわけで。うん でまあ走ってみたら案の定痛みが出たっていうことだったんですけどまあだからそういう意味でね浜ちゃんの応援に行ったわけですけれどもまあ走って僕がちょうど1 0キロ地点付近に移動している時にあのもう一人の一緒に行ったお尻からはい連絡来て「浜ちゃんやめました」みたいな「危険しました」えっマジっ,つって「うそでしょ」って言ってもこんな嘘つくはずないからえっ 思ったら一電話来て確かに前から足痛いって言ったしみたいな感じだったんだけどでも、でもじゃあもう帰ろうってはならんじゃん一応行ったらそれはそれでテンション上がったのがやっぱり日本人がトップ集団に入ってしかも一人じゃなく複数名「何これ!」みたいなめっちゃテンション上がるっつって。 で応援して、うんはい、ですぐ反対側に移ろうと思ったんだけどう,ん、うん、うちの会員さんも走ってたのであ、はい、あ急ぐ必要もないなとなるほどであの当初1 0キロ地点だけ応援っていう話でしてたんだけどはい、はい、1 0キロ地点探,探しても今便利な機能があって応援ナビっていうのがあってねアプリででその最初の5キロ地点までとかの,、うん、その各5キロごとの、うん あの通過タイムから大体のペース予想をして、うん、でどんどんこの動いていくのよこの走ってるのがあ今どの辺にいますよっていう予測ができるということですごいな近く来た近く来たっつって、うん、めっちゃ目凝らして探すけど、うん、僕あのすっごい傾向の方の T シャツだと思ったら、はい、あのもっと柄のあるやつで誰がですかいもちゃんっていう会員さんイちゃん、うん <laughs> イモちゃんで一応1 0キロ付近で走ってるから <laughs> はい、はい、なるべくあの沿道側でって話はしたんだけど、はい、おそらくまあ忘れてたんだろうね忘れますよねあ,<の>あんなに人がいっぱいいるんだから<分>全然探せなくて、うん、で結局あのその時はもう反対側に移り <coughs>、はい、で反対側移って本当はもうカフェ行ってまだしばらく時間あるから1時間ぐらいね <laughs> あるからまあ1時間もないにしても30分ぐらいあるからそんな余裕あったんですねあるあるであの何あのビールでも飲もうかなと思ってたらと思ってたらいやいやそういえばとんですかきな翼さん通るよってなっていやいやじゃゃきなさん応援してから飲むのは飲もうかなと思ってで まあ飲みながら応援しても別にいいとは思いますけど、ね、まあ一応それ1 0ロ地点の時にやった <laughs>、うん、あそれで1 0キロ地点に着いた時もうに、ね、もしかしたらきなさん通過してたよねしかも番号も分かってなかったからわー,ーっていって、うん、3 0キロ地点で、はい、待ってたら、はい、なんとなんとうん、うん、男性入れたら何位ぐらいだったんだろうでもまあ女性の上位の方で来たのよ。 後輩がそのお尻が二十何キロ地点二十二三キロぐらいのところで応援した時に「きなさん」って言ったらなんか反応してくれたって言ったからこれはと思って俺も番号もちゃんとチェックしてで「きなさん」って言ったら無反応でいけた残念ええみたいな残念でしたでその後またね先頭集団に日本人が絡んでい 通過していったの見てーやばっつってテンションもぶち上がりやった楽しみマ<ジ>楽しいですよね見て,てね楽しかったっすね、まあ、だってケニア勢多いし<っ>皆さん黒人ばっかりでしたから、ね、そうそうそう,そうだから僕的には、うん、今回世界記録も出るかなと思ったけど、うん、その世界記録を出したなキプサング選手は、はい、えっと 十何キロだったかでやめてそうなので逆に日本人選手にとってはある程度いいペースになったっていうのはあってそれで先頭集団だったんだけどもでもさっきのリベンジでいもちゃん探そうみたいなちゃんねでもちょっとあまりにも遠いので時間かかるのでもうちょっと先行って応援しようかなって。あ、じゃ もうゴール向かおうと思っちゃったんでちょっとね <laughs> そしたらあのー、もうちょっといやテレビ見れるから、はい、ゴール行かなくていいやと思って、はい、で、あのー、3 0キロ地点過ぎ2 0 2 8キロ9キロぐらいに、あのー、立って待ってたら、はい、テレビもあって、うん、そこでテレビ見ながらモ、うん、ちゃんを待ってたけど、うん、全然探せず、うん、あと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 ってか一応最終見つけれたんだけど 気づいたのが、はい、うんと違うそのシャツ着てたっていうので何それみたいな <laughs> いや蛍光黄色着るかと思ったじゃーんってー俺ずっと蛍光黄色ばっか探してたねもう何万人走ってる中で探すんですかもう,う探せないよね絶対ウォーリーを探せ以上に探せなかった <laughs> マジで。<laughs> も大変あれはね洋服かかってたらいやでも咲かせたんかなもう脱いでって言った方がいいですよこういう時はでもありがたいことにというかいもちゃんもゴールししまたそれはもうもちろんじゃないですかシュちゃんとうんとねなはマラソンでもベストだったんだけど10分5分から10分ぐらいを縮めましたすごいですねもうう多分ちに入って ずっと自己信じゃないかな。ちょっとずつ。さすが指導者のおかげもあります。ねいやいや、俺すげえ、あやおじゃないですブレイクするすげえと。思ってほら。本当ね、そんな感じでしたよ。まあ、だから、もう。やっぱ。一。上位。日本、しですからね。そうですよ。一億円の立教からもらってましたよね。陸連じゃなくて、あれは。実業団連合からなんですよ。そうなんですか。実業団に入ってる人じゃないともらえないんですけど。 しかもだよ1億でしょ1億でしょで副賞で2400万なのえでタイムボーナスで日本記録500万なのへえ1億900万でさらにこの元実業団の友達とかの話聞くとこういうのは大体会社からも出るいいなであの スポンサーのシューズ彼ナイキなんではい設楽さんですよねうんナイキからも出るいいなもう豪快に設楽さんまだ20代だったじゃないですか26でさ1億もらっちゃったらもう走らなくなっちゃうよ走るでしょでもどうなんだろうね本当にどうかなあのこの制度が年度更新らしくてはいえ来年度また日本新記録出したら1億円おっと んこれじゃあ毎年毎年どう、うん、あったっていうことですかこう 2, 2>, 2年前から2年前からこれチャンスですよ弁慶さん <laughs> ねえ <laughs> 本当にチャンスですよ自分の足で稼ぐっていうねいやマジでんかでも夢あるなと思ってそれはそれで。 いい企画ですね、1億かそれこそだよ、もしあの日設楽選手に僕が街で会ってちょっと飲みに行きましょうよって言ったらいいっすよって言われかねないよなと思って言われ見ず知らず。 最高やったよ走りがっつってね何そのしかそうとしてる感じちょっとおだてりゃいくんじゃねえかみたいなダメかな浅はかな感じいやなんかねちょっとすごいなあと思っていいですねでもね本当にもう彼も頑張ってほしいですね設楽選手また次の年度で更新したら2億円ベルリン出るっていうてベルリンすごいなででも またさ今度、はい、それこそ1億円が出ないけど、うん、大迫君とかが、はい、大迫選手が、はい、日本新出すじゃない、はい、もう,も,う,も,うもはやここまで来て日本新ってなったら、うん、多分5分台なのねでさらにそれを超えにいくじゃん、うん、1>, で1億円欲しさにみんなが頑張って、うんうん こっちで塗り替えたら、うん、来年度2回更新されるわけじゃないそうです、ね、もう日本の本当にマラソンのこの今まで止まってた時計が動き出したって感じで,で、ね、なんか競い合っている感じがしますよね、うん、いや本当すごかったのは1人が、うん、1> あの飛び抜けてたんじゃなくて日本人2位だった井上君も 2>,、はい、2時間6分54秒だったかなうん、うん、なんだけど、うん、それも、うん、実は。 1, 万もらえるのよええええその,なん,あのなんだったかな奨励賞みたいな感じで2時間7分切っただから6分59秒以内の人ははい1000万なのよ、ええ、それもらっていいな1000万でも欲しいよね欲しい声がちっちゃくなっちゃったよ、うん、ちょっといやもう <laughs> とに僕。<laughs> したら選手とかがゴールしたあたりから、はい、もうお金の話しかしてなかった。<laughs> うちらも今お金の話しかしてないんです。選手の凄さよりもお金の話ばっかで,で、えー。マラソンの話じゃなくてお金の話に切り替わった時点で、エツ、はい、がツイキャスの閲覧が結構増えたんですよ。そうそうそう。<laughs> みんなお金の話聞きたいんだな。お金好きだね。あのせっかくだったら質問してくれたら僕の知ってる範囲のお金の話しますよっつって。<laughs> いやでもマジでね、うん、でもね走るのって結局金にならんみたいなのもあって、はい、そうですね野球サッカーに流れていく人も多かったんだけど、ねね、うそうそう,そうプロ選手になったらお金がね,ね、うん、入ってきますからねそういうの出てたら確かに、うん、あのね野球サッカーの方がまが、あ、まだもらってるかもしれないけどそうですねでもまあ夢があるからねそうですよ、うん、もうちょっとお金の話しようか あれ一応招待選手って、招待料まあまあもら,うらしいます、はい。ええー、いいですねあ。そのランクによるけど。結構招待されてましたよね、今回、たくさんいた気が。らもう、あのー、本当に、この選手が走る走らんで。それこそ、なんか、メジャー度が違うみたいな、ので言ったら、やっぱ、違うらしく。ただ、やっぱ、エージェントによっても、また、それが違ってくるって。<ー>このエージェントが。 人が違うと同じような大会に出ても例えば招待料2000万でとりあえず一人ってこれ全員にあげるわけじゃないよだからこの人はこのグレードあるからみたいなとかねで招待料2000万だったりしてでその人がゴールするだけで600万でそれこそ順位番に入れば入賞すれば 何百万とかまあ決められたやつがあってあななってなるらしくてあの那覇マラソンにエリック・ワイナイナ選手招待されてたじゃないですかはい、はい、じゃあ彼も招待選手として彼はそれこそあのそうですよねこの招待っていうか、はい、ゲストとして呼ぶ あ、なるほどギャラという感じなんですねそうなんですねうん、うん、そういうことがあるんですねいやだからやっぱ日本のトップになるっていうものはなかなかね、えー、簡単じゃないし、うんうん、いいっすよねそうですね夢あるな <laughs> <laughs> そして今週のテーマなんですけれども話が変わりますが、はい、今週のテーマは卒業ということで、うんはい、皆さんあのメールファックスじゃねえやメールとかツイキャスコメントいただけたらと思いますメールアドレスは780アットマーク FMNAHA.jp でございます、えー、ツイキャスではですね骨川さんからメッセージを頂い,いております、はいはい 絶賛怪我中の骨川です、お大事に、えー、お金に関する質問ですが弁慶さんはランニングに年間おいくらぐらいかかっていますか、シューズやウェアなどあと横浜マラソン1万5000円払って優待出場優勝を狙ってほしいです。あー響くなな <laughs> 僕そんなに、はいいや 結局年間通して練習できないことが多くて、はい、シューズ自体がそこまで消費しないんですけど、はい、まあ実質、はい、んと年間で4足ぐらいシューズ買ったとしたら、えー、まあそれだけ6万とかですね本当は4足で済まないはずなんですけどねで、えー、でもそう,そ,うそうなんです、ね、でウ上アは買う年買わない年あったりするかあれなんですけど。はははいはい、はい まあそれに治療行ったりとかそうですよねメンテナンス必要ですからね、うん、でも一番お金かかってんの大会に行った時とかですよねそうですよね大会出場する時とか圏外に行ったらそれだけで、まあ、大会に北海道マラソン行くだけで10万ぐらいかかりますのでほう10万としてで靴が6万としてで、まあ、治療が本当はもっとかかるはずなかけなきゃいけないと思うんですけど、はい まあうん、3万とかぐらいで、まあ、約今20万でしょ、うん、そうですねで他にも大会出たりしたら、まあ、20から25ぐらいじゃないですかほほほ結構かかってないそうですでもサプリ飲んでた時とかさらにプラスみたいな感じだったりもしたからそうなりますね。 トレーニングそうですねそしたらプラスまた月1万とかだったんでですよねそんな感じですね川あんまりかかってないですよ30万ぐらいだということです年間かかってないですねかかってないですかねまあまあそうですねかかってますね結構30万って言ったら大きなお金かなと思いますよそうですよねいやあれが北海道に行ったのがかかってんだ そうですよ北海道楽しんだからもう骨川さんがまあ横浜マラソン頑張ってっていうことを応援しておりますね七日までなんです僕ら去年台風で出れなかったから、はい、出れなかった人たちは、うん、あの猶太で優待でもうエントリーしたら即オッケーあそうなんですねそれ以外にしたら抽選お じゃあ今年走るのは確実に走れるという。あ、お金払えばね。うんうん、でも、ちょっと納得いかないのが。なん <laughs> ですか。一万五、まあまあ、それはしゃあないか。<laughs> やめとこ。<laughs> いや、一郎確実に、確実に走れるのはわかるけど、<laughs> はい、安くにはならないっていう。あ、しょうないよね。そんなもんだ。<laughs> そうですよ。いいじゃないですか <laughs>、はい。じゃあ、うんと、まず、はい、あの。鈴野さんのリクエストで。はい。 うんと卒業といえば、きろろのベストフレンド、はいいや。しんみりしたところで、時々私の声が入ってきたと思いますが、<laughs> 申し訳ないです。大丈夫です <laughs> ちゃんと入れてませんから、ベースフェンとか言って、<laughs> めっちゃ歌ってましたからね、この番組は、不動産パワーナンバーワン、たけちゃんホーム、株式会社、アイサム スポーツヒーリングルームラクアの提供でお送りしています。はい、そして2月のマラソン大会申し込み受付情報です。えー、昨日でね、受付が終了した 大会もたくさんあるんですけれども、えー、5月13日日曜日に開催される石垣島ウルトラマラソンが4月20日金曜日まで受付しております、えー、60キロ32キロとコースがありますのでぜひ皆さん参加してみてはいかがでしょうか、えー、会場でですね午後4時から7時まで島歌ライブがありまして沖縄名物弁当お茶島酒石垣牛バーベキュー付きだということです豪華な大会でですすそしてですね3月 三日ラントリップ、これはもう申し込み終わりましたね。今日まで、今日まで、今日まで、今日までやって今日までやってます。二月末ぐらい、ぐらいって言ってましたけど。今日までなんです。今日までなんです。ぜひぜひ皆さん。はい。駆け込みで。駆け込みでお願いします。お申し込み、お待ちしております。はい。三月三日ラントリップ、これはどんな大会でしょうか。これ、またちょっと後で詳しくあるんで。あ、そうなんです。もったいぶるですか。はいはい。もったいぶる。うはい。 とというこであと、ランフェスのい。あもブレイクスルーランフェスですねれ3月17日土曜日に行われますはい。初版の事情ありまして、3月4日、今週日曜日まで伸びましたので、ぜひ皆さんですね締め切り日と入金日が。 入金締め切り日が、はい、エントリー締め切りと入金締め切り日が一緒ですので、はいあはい、皆さん4日までにエントリーして入金まで済ませていただくようにお願いします。うん、なるほど、はいはい、でですね、はい、もう一個大会ありまして、うんあはい、ゆいまわるリレーマラソン2018という石垣島で4月1日に行われるんですけれども。はい うんとそれは申し込み締め切りは多分ね3月十何日までだったと思うんですけどあれ <laughs> 探せないないじゃあ3月中まで3月中まではいかない3 4月1日だからねあれちょっと待ってくださいよ今の時点ではうんうんお申し込み受付開始しているということですね 3月21日まで3月21日まで受付しております、はいはい、ユイマールリレーマラソンで調べると出てくるかと思いますユイマールリレーマラソン、はい、石垣島開催ですねはいはい。21日までということは水曜日ですね3月21日,水曜日そうですかねはい、はい ちょっと日が傾いてきて、私の顔も徐々に見えてきました。はい <laughs>。まだ白い、白いのか黄色いのか。黄色いですね。<うん S 2> あの白飛びしてたのが、今度は黄色くなって、ちょっと顔色、また白飛びした <laughs>。<laughs> で、そうそうそう、で、ラントリップがどんな大会かということなんですけれども。はい。ラントリップですね。僕ら。ああ、じゃ、三月三日土曜日に行われます。あさってですね。はい。 僕らはです、ね、あの東京行ったと、はい、まに、あ、東京マラソンの前日に、うん、ラントリップ・ビア東京マラソンウィーク・パレードっていうのに、はいまあ、参加してきたんですけども僕とお尻君でもともと泊まっている場所別で、はい、僕上、上野 僕上野、はい、に泊まってて上のにあ、はい。でりく君は両国の方に泊まってたんですよ、はいはい、で場所的に行くと、うん、ちょうど、あのー、秋葉原が中間駅だったんですねはいでまあ僕はもともと走っていくつもりでいて、うん、でも彼も多分走ってきたと思うんですけど、うん、ただ僕はせっかくのラントリップだから、うん、これはあのー、ちょっと近くで名所に行こうと思って、うん、で調べたら <laughs> 東京の赤門が近かったんですよはい赤門初めて聞いたええどんなん東京大学といえばみたいな赤門あるじゃないそこを行って写真撮ってでマップを見ながら走ったんですけどこれはもうあと道真っすぐやんと思ってバッて走ってたんですよそしたら僕多分んか東京って結構大きい道がこうなってるから 道なり行ってるつもりがもしかしたらちょっと一本左に入ったのかなっていう感じなんですけど,なるほどでマップ見てうもうでももう,もう道まっすぐだし絶対駅だったらすぐ分かると思ってそのからあと見なかったんですよ <laughs> そしたらなんか地図も僕が動いてるはずに、はい、なんか止まってたのか、まあ、僕の見方が悪かったかもしれないけどあんまりずっと見たくなかったからパッて見て OK ーーみたいなってやったらだいぶ過ぎてまして。<laughs> 全然違う,もう違うというかもう本当に通り越,し越えてたんですよ、うん、でごめんとちょっと場所間違えた道間違えてるっぽいとうん、うん、でもうもうもうここでじゃあお互いまた中間駅だったら浅草橋に集合しようと、うん、で分かりましたみたいな、うん、でうんと向こうも電車向こうは電車乗って、うん、で移動し始めたんですけどこっちの方でじゃあ待ち合わせでっつって、うん、場所伝えたら 分、あのー、かりましたみたいなんだけど、うん、なかなか来ないなと思って多分二駅ぐらいだけどと僕からしたらねそしたらあのどうだったんですか浅草駅に行ってたのよ今度は <laughs> めちゃくちゃじゃないですか、ね、で,でもややこしいっちゃややこしいじゃんで僕は浅草橋,橋駅で待ってて <laughs> 向こうは浅草行ってて <laughs>、はい、でまあ分かったと。 じゃあ間違いないにこっちが行くからそこで待っといてゃって浅草で待ち合わせしてどうしようかなと思ったらこれは駅で待ち合わせするより雷門近いって分かったから雷門行こうってってランドマークの方がいいね雷門もおかげさまで初めて行きましてそうなんですねスカイツリーとか行ったことあるけど雷門行ったことなくて。 ようやく、まあ、雷門で合流して、はい、でそこから二人で走りながらちょこちょこ回,り <laughs> 回ったっていうほどじゃないけど一、まあ、つだけ <laughs>、はい、本当は東京タワーを目指そうって言ったんだけど時間的にこれ間に合わんなってなってじゃあその前に一回ちょっとパワースポットの小網神社ってあるんですよ。うん、小網神社はい 僕それ前にテレビで見て知って行、はい、ったんですけど、うん、そこに行ってからすぐですよ、マジで。すぐっていうか、まあ、結婚式の二次会の司会を依頼されたりとかあ<ー>もうしばらくなかったのに仕事が入っ,うなったりっあと,と去年の5月ぐらいにちょっと持ってた <laughs>、はい 仮想通貨がダーンて上がっておおっってこれ小網神社すげえって本当にちょっとあのただ年明けぐらいからまたふいんって下がってるからこれはパワーチャージしに行かなきゃいけないって思っててまた行ったんですけどそうでもうこの前5円洗ったんですけど今回500円洗って強欲そうは 高価で,で、高価で一番大きいやつしようと思って、それは今からの,あの運気に行きたいというよりは、これまでありがとうですよね、この間、いろいろ。 ありがとうございましたっていう感謝の会話ですよね。そうした方がいいと思いますよ。本当、ね、<laughs> そんな感じそんな感じかな。うん、だって昔話でも強欲なおばあさん死ぬじゃないですかよく。へえ。ない,すからね、いやでも。うんあのー、お守り、はい、で、うん、あれって有効期限っていうか、うん、あのどれくらい。 1年じゃないんですか買ってから1年 1>、うん、買ってから1年だと思ってますあ僕勝手にもう年更新だと思ってたから<ん>僕この前買ったの10月末なのよはいああなるほどだからああもう2017年でこのお守りの効力消えたと思ってはいはいで僕この前は、うん、あのー、強運買ったんすよ、はい、じゃあ今度はやっぱりと思って商売繁盛買ったんですよ、うん <laughs> だから今、気幸運と商売半ズあるから、僕も最強っす。今年は儲かるぞって。五百円もらったし、もう最強っす。ゴラ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 、こういうものは忘れていった方がいいですよ。いやいや本当にね。まあでもそんな感じで、東京でそういうラントリップ？だから失敗しても楽しいみたいな。なんあのパワースポットもている。そうそうなかなかあのね。 <laughs> 本当に例えばですよ、じゃあ鈴野さん、はい、国際通り近辺って行ったことあるかってったら、はい、もうなんかピンポイントでここってししかかか行なないでしょ、うん,なんか歩いたこともないし、あのその風景、うん、歩かないと分かんない風景、たくさんあると思うんですよ、うんうん、路地一つ入ったら、また違った風景も見えるだろうし、うん、それこそ、ほやちむん通りとか、歩いたことあるああ、うん、ありまするるけれども <laughs> 多分もうちょっと、ねうんうん、入り組んで入っていったらもっといろんな発見があるんじゃないかなっていうのは感じますね。そう。うん、本当にそんなのがでまたじゃあこれを歩きだったら、うん、ちょっと時間かかると思って、はい、多分みんな避けるんですよ。はいはい、でもこの時ってスタート時間決まってないし、うん、ゴール時間だけだから。うん まあ、ちょっといろんなところ散策したいと思えば <laughs>、はい、早めにスタートしちゃえばいいしそうですね。ということで、うん、めっちゃ楽あさって土曜日ちょっと、はい、あの予定がないという方、うん、もしねあの弁慶さんと。 ちょっと遊ぼうかなっていう人がいたらそ、ね。そ予定がないっていうかむしろ <laughs>、はい、ラントリップ予定に入れてください。そうそうそう。<laughs> ぜひはいあの那覇市内でもいいですしね。うん、あのいろんなとこ散策しながら、うん、ゴール地点で乾杯しましょうということです、ね。そう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 。もう皆さんがまたゴール地点おしゃれな エスティネートホテル。なんですよエステティネートホルちなみにエスティネートっていう言葉自体造語というかなんかデスティネート。デスティニーデスティニーっていうでしょ。のデスティネートっていう言葉もあるらしくて発見する出会うかなんかそんな感じの意味らしいんだけどそれを。 あえて D を外すことで、うん、この不完全さをどうとかっていう、はい、失礼どうとかっていうそういうコンセプトのホテルなんですねだからまあ発音はね,ねあの何が当たってるか分かんないですけどじゃあ利用者が完成させるという感じん、ね、まあそんんなな感じなんですうね。う本当に <laughs>、はい、あの皆さんぜぜひひ ちょっと僕の話が長くなりましたけども本当に楽しいラントリップでめっちゃ楽しいイベントなんでマジで楽しみですね絶対楽しい鈴乃さんどこから走るんでしたっけ鈴乃さんは自宅で走り回ってますというかこの日もめっちゃいろんな出来事があります私は出来事じゃないでしょ予定がたくさんありますああラントリップが入ってる俳句を 自宅のインターネット工事が入るうん、うん、<laughs> あと歯医者に行かなきゃいけない、うん、そして子供たちをクモンに連れていくクモン <laughs>、はい、何歳から OK なの 2> 2、えー、と ?0 歳から行けるらしいんですよねそれこもりさせてるだけじゃん <laughs> 違う違うでも30分とか20分なんで何すんのもうずっと母親ついておかなきゃいけないしチークみたいな感じで っって言って言手を動かして積み木を積み上げたりって子供たちはね、うん、あうちの子3歳なんですけれども、うん、もうひらがなとかアルファベットを教える感じにしようかなと思ってて、うん、自宅でちょっと時間がないので人に頼ろうかな<は> <laughs> 雲に行った方が時時間間ないでしょ移動時間出てくるしもうどうせ移動してるんで保育園3つ通ってるから今はっ 子どもたち3カ所大変だ、ね、保育園通ってまして朝から小旅行です双子で1個ずつ違ったらまた面白いけど、ね、<laughs> そうなんですけどね双子は一緒で3番目の子がまた違うところで4番目がまあ,手裏であ,あそうですそうです。そうです 二番目って言ったら、そっか、双子だから、二番目じゃないんだ。三番目。か三番目ですよ。はい。お母さん頑張ってます。大変ですね。毎日くったくたでございますけれども。まあ、ラントリップ、ぜひ。そうです。あのお時間ある方は。はい、もうぜひ、ね、めっちゃ楽しいですけどね。で、それこそですよ、僕ら、ちょっと、いろんな人たちとコラボしてやりたいなと思って。ほうほうほう、なるほど。やっぱ、その、ゴールした先に、何かが待ってるっていうところで。 まあ東京とかで時々行われてるのはヨガとかやったりね。あいで、まあ、例えばね、うんまあ、ちょっと汗かいて料理教室って、まあ、沖縄だとちょっとね <laughs> なかなかその時期的に相当限られるからですけどでもなんかそういうゴールした後に何かみたいなっていうのもあのできますので、はい、もしちょっとそれうちのやつと。 コラボできんじゃねえのみたいな思った方はぜひねうちのほうに僕のほうにこちらにツイキャスでもメールでもいただけたら一緒にやりましょうよそうですね午後2時ゴールですよね今回はいや4時ですあ午後4時午後4時ゴールあそうですね午後4時でまあ本当に今度超面白そうだなと思ってるのはあるんですよ あるんですよそれはね交互期待なんですけどだけど本当いろいろ面白いことを逆にやっていけたらなとそうですねこれ聞いてちょっとなんかヒントがあった方はねぜひ弁慶さんと一緒にちなみに鈴野さんゴールだけがこのラントリップじゃなくて軽油で何かを入れていくみたいな。 スタンプラリー的なのとかも含めてあるし津野さんだったら例えばどんなイベントが面白そうですかこの後ゴールしてみんなで一緒にカラオケ行くとかもしくはクラブに行くとかさっき料理教室で嫌がってたのに汗かいてみんなでクラブ大丈夫まあクラブで汗かけばいいか一緒か一緒かそうだね確かに確かに私行けないところ非日常なところが行きたい <laughs> まあ、カラオケ結構日常にいけないよまあまあまあお母さんだからねまあまだまあクラブも行けないじゃないですか一、ね、人じゃ行けないしみんなで行けば怖くないっていうねはあ、はあ、<laughs> そういうツアーがあったらいいなと思います、うん、いやなんか一応ちょっと思ってるのはん夏になったらまあちょっと集まるだからそんな遠くからっていうのができないと思うけど、うん、海に行って、うん、ビーチ クリーンまでやってあビーチクリーンして乾杯するみたいな、うん、ビーパーそうそう,そう <laughs> パーリーでも、うん、そんパーリーする頃には、うん、夕方になってると、うん、もう飲みやすいじゃんそうですね そのまま飲んじゃおうかっていう感じになります、ね、そ,うそ,うそう。なんかそういうのもやれたら面白いなぁとは思ってるんですけどね日が暮れてきてだんだん私の顔もちゃんとはっきり見えるようになってきました本当だ宮城すずさです <laughs> 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 改めましてでもなんかさはい 黄色いすごい僕の顔が焼けてる人に見えるんだけど焼けたは焼けたけどね赤くないですか今日焼けたいやいや焼けた焼けたんです向こうでかあの着いた日もだけど着いた日はそんなにだけ翌日ラントリップで午前中いっぱい走ったでしょ翌日も応援で半日ぐらい外いるでしょはいはいはい っていう感じでそっかそうですね日に焼けちゃいますねまあまあ焼けましたねそしてですね私今週のテーマの卒業の話をどうぞどうぞしたいなしたいというか聞きたいなと思ってるんですけれどもは僕僕は一応 Facebook ページで書きましたけど何がありますかもう今ぽっちゃりしてるのでいやいやいや。その卒業脱却したいということですよねそれはね あ卒業式の話、はい、何かかありますか小中高大学でよ4回卒業してますけれどもあ思い出は何か,ありますかまあそれで言ったらですね、はい、うん思い出あまあ中学校は <laughs> 高校の時は、はいえー、それぞれ何かしらあるんですけど、はい、でも高校の時は、うん、卒業式の日みんなで朝、はい、クラスのみんなで朝マック行きましたよ。うん、かわい,い僕らほらほ そ都会一子じゃないそうですね那覇高校那覇高校でその時当時国際通りの今の沖縄釣り人さんかなのところにマックあったんでで、マック行って朝マックしてからじゃあ行こうってってかわいいですね仲良しじゃないですか今でも連絡取り合ってますいや、ほぼゼロでですすね。そうなん じゃあ多分同窓会で会うとね同窓会の時だけ連絡取ったりしますね同窓会で会うと多分ねテンション上がりますよねきっとねでも僕ら四年に一回同窓会あるんですよええそんなに頻繁にあるなんかちょうどうんとオリンピックイヤーの時がはい僕ら同窓会20歳だったじゃないああそうですねシドニうんそうでしたなんかその時からうん もうじゃあオリンピックイヤーに合わせて4年に1回やろうってなって4年に1回やってます寂しがり屋だねみんな、ね、<laughs> <laughs> でもやっぱほら、ね、<laughs> タイミングで合わないじゃんこの例えばこの時期には子供生まれた、ねまね、今の娘さんみたいになってで次来れるとかで,、ねね、でものこの時にはもう逆に来れるようになった人はそうですね この時来れてないわけですよ。そのあれとこで。でもさすが卒業式の朝、うん、マックに行くだけありますね仲がいいというか。うずっと多分腐れ縁で繋がってはいるんだろうな, <laughs> うな、ね。な人にもよりますよね。僕らでも五百六十ぐらいいる中の、うん。はい。 100名弱ぐらいになってますかね今武道総会来るのああまあそうですよね、うん、内地に行ってる方はほとんど来れなかったりします、ね、いやだから三連休の中日にあるおおそのためにじゃあ沖縄に来てそうそう,そう,そうあったりっていう感じですかうん、うん そうかなんか卒業式の話すると懐かしくなりますよねみんなに会いたいなっていう気持ちになりません <laughs> 今そうなりたかったからしたの <laughs> うん違うけど逆に鈴乃さんは何卒業式の思い出って言ったら思い出あの中学2年の時に <laughs> 待ってそれ自分の卒業式ちゃうやん <laughs> 違うけど自分のじゃないんですよはい、はい、先輩の卒業式で当時まあ お付き合いしてた先輩がいたんですよ。また、弁慶さんが知ってる人じゃない方です。中学校の時から、中1の時から、中学校の時から上の人と付き合ってたの。そうなんです、先輩と付き合いしてて。で、あの、第二ボタンをもらうとかってあるじゃないですか。懐かしい。それで、なんか、ボタンを、 かその当時お付き合いしてた先輩がボタンをくれるって言ってたんですけど、うん、なくなってて全部ボタンがうん、うん、誰にあげたか分かんないんですけどうん、うん、ボタンがないけれども、うん、じゃあもう学ラン全部あげるって言われて全部上から下まで <laughs> 学ランを学、うん、<laughs> このジャケットもらって、うん、いらんでしょう、うん、いらないと思ったけど。<laughs> <laughs> くれるからまあもらって、うんうん、どうしたのどうしたんだろう覚えてない <laughs> 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 でもしばらく持ってましたよ二十、うん、歳超えても持ってたかないや,いやいやそれは全然あれじゃんあのいらんと思ってないじゃんいらんかったら普通すぐどうにかするでしょ <laughs> <laughs> いやでもね当時お付き合いしてたんで時間も時間あれじゃないです大丈夫大丈僕それでいったら中学校の時、はい、あのブレザーだったんではい 第二ボタンって、うん、ボタン二つしかないんですよ <laughs>。そうなんですね <laughs>。ブレスだとかこうこうじゃんスーツみたいな感じでしょ。<laughs> しかもあれって布あ布じゃない糸で縫い付けられてます？いや僕らのやつあ僕のとやつは布ああれかなでもなんかうん、うん、ちょうどヤンキーたちがはなんかさ後ろ裏ボタンってあって、うん、そうそうあったあった。僕は多分裏ボタンを使ってなかったと思う。あそうなんですね。うんうん。 じゃあ、<分>縫い付けられるタイプ縫い付けタイプじゃなかったかな。あじゃあ、引きちぎらなきゃいけないじゃないですか。<laughs> あれ <laughs> じゃあ、裏ボタンだったのにしてたのかなあじゃあ、裏ボタンをカスタムできるだけでもともと裏ボタンだったかもしれない。ああ、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、通常の裏ボタンもついててっていう感じだったんですかじゃあ、すぐ、まあ、取って渡せる感じではあったんですね。 どなたかそうその時へ、うん、たまたまなんか僕のことを、うん、あの何ファン的な感じで言ってくれてる後輩の女の子がいてあげたね、うん、ああ僕もあの子のこといいなと思ってっ、ね、っすすかかど,どうだったんですかそれいやその後ほらやっぱ結局同じ学校にいるから、うん、あのいいなってなるでしょあ確かにそうですねうん、うん だから特になかったですけどね。じゃあもうそこがピークだったんですね。卒業式が、そうか可愛い思い出ですね。それもまたね。卒業式の話するとちょっとなんか淡い声が。そう。こんにちはラッキー来ました。今週もありがとうございます。目それ。ラッキー今日なんかよより白く見えるんですけど私の目がおかしいのかないやあなたも白いよ。 洗ったんですか、やっぱり綺麗になってる、今日なんか。輝いてるよ、城が。いやいや、他にもまだあるの卒業式。卒業式、そうですね、私。あれ、僕今日テーマ卒業じゃなくて、卒業式にした。あれ、卒業だったかな。わかんないけど、まあ、いいや、卒業、式で、卒業だったか。式でいいよ、式で、卒業式の思い出たくさんありますね。はいはい。他にもあるの。だって、卒業式って、だから、マックス四回だよ。 で自分の卒業じゃなくてあああの先輩とかああ先輩でしょもう終わったじゃん終わった <laughs> 終わったかなああ、まあ、高校の時の先輩の卒業式も、まあ、全然知らない先輩と写真撮って <laughs> ああ <laughs> なんか,かんよくわからんけどなんかああ携帯の待ち受けにしたりして <laughs> ちょっと,ちょっとこれ聞,なんか聞くべきか聞かんべきかわからんけど <laughs> 当時付き合ってるでしょ違う 付き合っていない先輩、あの。違う、違う、違う。あなたは。お付き合いしてる方いましたよ。いましたけど、あの、同じ高校じゃないじゃないですか。で、同じ高校の先輩が卒業するときに、男性なんですけれども。まあ、キャーキャーしてるわけですよ、みんな。先輩が卒業するって。それで、友達三人ぐらいで。回るんですよ。男の先輩を。写真撮りましょうって言って。撮りまくって、それを。 すいません、待ち受けってさ、俺ら高校の時まだ携帯ないじゃん。ピッチです、ピッチ。ああの時違うや。ピッチは3年ぐらいよ。そうだ、違うや、じゃあ、ポケベル、ポケベルだ、ポケベルで写真できないじゃん。しかも、ピッチもカラーじゃないし、じゃないね待ち受けはもう、それこそ数年後、写真撮ってとか、でも、数年後ってっても、もう二十何のうだね でもね写真撮りまくってそれを大事にしてた、うん、<laughs> なんかよくわかんないけどい卒業式の日に初めて話す先輩もいたん <laughs> 卒業式の時に話す初めて話す同級生はいても先輩いないんでしょ、うん、その時話すそうもうお別れだからこの際いいやと思って、うん、先輩お願いしますって言って、えー、でそこからまあ卒業したけれども、うんうん まあ何て言うんですかお友達になれた人もいますよああそういうことね今大城まさんから「卒業式特有の浮かれムードですね」あ。ボタンが全部ない学ラン着てる人羨ましかったな」でもこれもしかしたらですよどっかでポロッて撮って自分でって捨ててる感じあざといだ <laughs> そんなことするか、ね、<laughs> でもなんか高校の時もなんかあげたっけかなどうだろうあげましたいやなんかあげた気もするけどそんなあんまりそこに執着してなかったから別にああなるほどまあまた古い習慣ですからね、うん、やってる人ももらってる人うらやましいっあのもらってもらってる人あ、うん、げ,げてる人うらやましいとかって思ってなかったからうんうんうん うんちょっとあれでしたけどね。はいそういうね思い出たくさんありますけれども。はい。まあ今日の卒業式どうだったんでしょうかね皆さんね。ねもうでも今さもうすんごいたくさんあれよねみんなお菓子とかもらうよね。そうですよね花束も持ちきれないぐらいもらえますからね。羨ましいですよね。ね僕らの時あんなにもらいよったっけ。あ僕はもらってないだけ。抱えるぐらいはありましたけどもまあでもね身内からでしたね。なもうめっちゃ多くなってるですもうなんか。うん。 あげる風習がもうすごすぎる。まあ多分ね、ないと寂しいからじゃないですか。だよね。っていう感じで、今週の放送もこれにて。終了でございます。卒業おめでとうございます。はい、本当に卒業することは卒業して、入学することは入学しましょう。はい。では、また来週お耳にかかります。それでは、さようなら。